Welcome to Mari and Saga Happy Life。 はい、こんばんは。待って、カメラ撮って。Welcome to Mari and Saga Happy Life。 はい、どうもありがとうございます。今日も、急遽始まりました。マリアンド・ダカは基本的には、基本的にねイレギュラーあるんですけども、金曜日をちょっとライブの日に設定していきたいと思います。でちなみに来週は、金曜日もおそらくライブやりますけども、木曜日にちょっとまたスペシャルゲストさんを呼んでのライブを考えてますんで、木曜日ぜひ見てください。ぜひ木曜日はスペシャルゲストさん来ますんで、また週明けに、告知していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ちなみに、今日は本当はね 1,2,3,1,2,3 なんですけど、本当は明日が、私のバースデー誕生日なんですよ。なんですけども、ちょっと明日仕事なんで何時に上がれるかもわからないので、急遽今日土曜日に、ライブっていう形で、やらさせていただくことになりました。マリちゃんがいろいろ準備してくれて、本当はいつも毎年だったらフィリピンレストランとかに行ってカラオケ歌いながら、やるんですよ誕生日ね。でもフィリピン人と出会うまではこんな誕生日なんてなかったんですけども、フィリピン人と出会ってからは毎年誕生日を祝ってもらえるようになったのが、ちょっとよくいいかな、自分的には。めんどくさいとかあるんですけども、ありがたいのかな、ありがたいことなのかなっていうふうに思いますね。もう本当フィリピン人と出会うと生活のサイクルが変わるんですよ。なんで結構ね、幸せな面も多々ありますんで、ぜひねピンチの皆さんも、フィリピーナさんとご結婚を考えてみたらいかがでしょう。幸せ、これ見ていただいている方で奥様いて幸せな方もたくさんいると思うんですけども、そんな感じです。で、今日は、ごめんなさいねライブなんですけども、食事をいただきながらマリちゃんに用意してくれた、ライブをゆっくりやらさせていただきますんで、申し訳ないけども、ちょっと僕今日本当に1年に1回か2回しか飲まないお酒も飲みながらライブやらさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということでマリちゃんなんかそういうことないかな。誕生日おめでとう。ありがとう、お誕生日おめでとう。ありがとう。何も出ないよこれ。少しだけで音だけだね。クラッカーなんかやったりもして一応今スタートしました。はい、じゃあねゲストのまりちゃんおめでとうだけで終わり。愛してる、ね、よろしくお願いします。毎日だね、よろしくね。毎日じゃあちょっと、お客さんゲストね、いつものゲストお待ちしてるんで、たけちゃんになります。どうもお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。行けたらよかったんですけど、ちょっとねこういう時期なんで、はい、でもこちらから今度の時にはお持ちしますんで。ごめんねジャケちゃん、お酒飲みながらになっちゃってるんで、はい、こっち。いやいや構いません全然。すいません。ジャケちゃんもねいろいろ幸せの足踏みじゃないやね。春が来たら嬉しいんですけどね。ね、早めの春が来れば嬉しいですよね。でも、結論急いじゃうとやばいっていうのもありますけど。ゆっくり見守ってますんで、ゆっくり確かめながら進んでください。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、すいません。はい。まちゃん何してんのかな。いやーね。ちょっといただきながら進めたいと思うんですけど、はい、今日ねこんな感じなんですよ。レッドサンミゲルライト、マリちゃんが言ってる、レッドホースとサンミゲルライト、ね、はい、
ちょっといただきながらね、ちょっとコメント読んじゃうかな。あ、ごめんなさいね。はーい、まず F のぶさん、のぶ F さん、ありがとうございます。おすすめしていた金のハンバーグをつまみにビールを飲んでます。おお、金のハンバーグね、あ、柔らかくて美味しいよね。なんだっけ、マンブーハイの、サシさんのね、金バーガーね、おすすめね、美味しいです。あ、まっちゃんもグラス入れちゃったのね。サンミゲルレッドホースか。レッドホース、うん、ちょっと待って、何を、ちょっといろいろやってますね。はい、はい、ピナツボさん、誕生日おめでとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、ピナツボさん。大変だね。はい、ケンケンさん、家族の問題とかその辺ポイント聞きたいですって。タケちゃん、ちょっとタケちゃんなりにちょっと、どんなことが家族の問題なのか、ケンケンさんに。まあまあ、さまざまないっぱいあると思うんですけど、まあ基本的な話からいくと、フィリピンはだいたい大家族で住んでいて、まあ親戚の人も一緒にいたり、まあ、近くに住んでいるっていうケースも多いんですよね。それで、まあ、例えばフィリピン人の女性の長女が、まあ、マニラに行って働いて、で田舎の家を、まあ、養うというか、そういう人が多いんですよね。そうなると、まあ当然外国人と結婚して、まあ日本に行って、まあその お姉さんが働いて仕送りをする。もちろんその旦那さんもそのサポートをするんであれば、まあ元ね、楽になるっていうケースで、それがまあ、まあ今はどうか分かりませんけど、昔はもう当たり前だったみたいな話をよく聞くんですよ。だから僕もまあ3、4年前、もうちょっと4、5年前に婚活していた時に、まあまあ当時はね、すぐね、結婚前提に付き合いたいっていうのを話してしまったために、まあ両親に会ってくれとか、うん、でその話がまず、だからもう、なんだろう、まあ品定めというか、品定めってのは僕自身はどうでもいいんでしょうけど、その内容ですかね、そのどういうふうにしてくれるのっていうふうによく聞かれましたね。うん、どうしてくれるの、うん、今後というか私たちでっていう、うん、まあね、皆さんね、あれなんですよね、たけちゃん大丈夫、あ、いいですよ、はい、あの結局フィリピーナさんと結婚するっていうことは、まあ彼女たちが昔タレントが、まあ、いっぱい来てた時代もそうなんですけど、日本に家族を養うために出稼ぎに来る感じなんですよね。うん、そうですね、そう多いですね、うん、でやっぱりなんだかんだフィリピンが今経済成長してて裕福になってきてるって言っても、それはまあほんの一部のね、人たちで、やっぱり今でも貧しい人たちもやっぱりいるんで、やっぱりその誰かが、家族の誰かが日本に行くとか、日本人と結婚して日本に行くとかってなると、やっぱり家族はその日本に行った兄弟に頼っちゃうわけですよ、ね、で、日本に来た、まあ、その兄弟も家族のために働いてお金を仕送りするっていうのはもう使命みたいな、まあフィリピンのカルチャーなんで、文化なんで、それはもうしょうがない、それを全くノーっていう方は正直言ってフィリピン人と、うん、お付き合いも難しいかもしれない。だけど問題はその彼女が結婚したとしたら、日本に一緒に連れてきた場合に、その彼女が送る金額が旦那さんが容認できる金額なのか、それとも旦那さんがそれは無理だよっていう金額なのか。誰か来ましたよ。ちょっと待って、なんか誰か来たの。ちょっと待ってよ。はい、ハプニングですね、ハプニングですよ。ちょっと誰か来ましたね。ちょっと待ってよ、まいちゃんが、なんかでも続き話しておきますか。じゃあ、たけちゃんちょっと、はい、皆さんごめんなさい、はい、話してください、はい、だから、
まあ、タカさんが調べたのは平均4万円でしたっけ。はい、平均4万円ぐらい。平均3万9000円ぐらいです、仕送りが。3万9000円ですか。はい、だからほとんどのそういう、新聞屋さん来た来たよ、かけちゃん。だって新聞屋さん、前がちょっと見えないんですけど、ちょっと、誰ですか。たけちゃん、はいはい、たけちゃん、嘘つきで、たけちゃん、ありがとうございます。マジですか。嘘つきで、たけちゃん、誰も来ないって言ってたじゃん。いや、僕知らないですよ、だって出かけて帰ってこない。あー、ほら、たけちゃん、ありがとうございます。麻雀の台を取りに行くって聞いてましたよ。あ、それ日曜日です。たけちゃん、騙したでしょ。いやいや、僕も聞いてたんだ。GoTo さん来ました、 GoTo さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マジャちょっとこれ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうぞ。何、何、そっち座ってもらった方がいいんじゃない。うん、今カメラ直す。ちょ、ごめんなさい、ちょっとお客様が。どうぞ。ごめんなさい。マジャ、マジャこっちに寄ってもらって。あ、でもどうしよっか、俺らがそっち行く。あ、そっち行くよ。え、いや、マリアさんが多分間に合わないから、そっちへ行ったってことですよね。帰ってこ、これないです。あの、たけちゃんは、ゴーチューさんね、夫婦は今日パチンコ台を取りに行くって私に説明したけど、パチンコじゃないです、麻雀台です。はい、あ、パチンコ団体か。だけど、違いますよ、今ここにいますから。はい、よ、はい、じゃないでしょ、たけちゃん。いやいや、多分帰ってくるのに時間がかかるので、直接行っちゃったってことですね。はい、だってマリアさん来てるんだって。あ、OK です。大丈夫ですか。全然できる。じゃあ、いいですか。はい、じゃあ、はい、マリアさん、どうですか。じゃあ、マリアさん、もうちょっとの横座るんだけど、ちょっとだから、マリちゃん、ちょっと、あ、ご、ありがとうございます、ここにお、じゃあ、お、じゃあ、ごめんなさい、ちょっと皆さん、ありがとうございます。あのね、いつもの、あの、YouTube やってる、あの、Go to フィリピンチャンネルさんと、マリアさんが、サプライズでちょっと来てくれました。今日の誕生日どうでした。だって最初にケーキを買いに行ったんですよ。ケーキを買いに行った時にね、私が2個買おうとしたの、マリちゃんの分と私の分と2個ね。そしたらマリちゃんが2個じゃ足りないよってケーキ屋さんで言ったんですよ。だから、え、足りない、誰か来るの、え、来るのってマリちゃんに聞いたら、来ない来ないって言うんだけど、おかしいなって思ってたんですよね。そしたら家に帰ってきて、マリちゃんが、いや、あの、今メールで確認したけど誰も来ないよって言うんだけど、さっきのケーキ屋さんの2個じゃ足りないよケーキっていう話が頭の中にあったから、半分はちょっと疑ってた、誰か来るかな。だけどマリちゃんが来ないよって家帰ってきてから言ったから、来ないのかなっていうふうにも思ったんで、まあ、ちょっと気抜いてたら、ピンポーンって気抜いた時あたりにピンポーンって来たんで、ねえ、ずるいよね、チャケちゃんも一緒に騙してたよ。あの、ゴーチューさんは用事があって出かけてるから今日は行けません。で、チャケちゃんはもうモニター出てるから来ないの分かってる。ね、気抜いてたら来たんだよね、ゴーチューさんと、奥さんのマリアさんね。でも本当ありがたい。うん。仲間っていうのは、まあいいなって思う。ね。チャケちゃんもいい仲間、ゴーチューフィリピンチャンネルさんとマリアさんもいい仲間、もちろんマリちゃんは仲間じゃなくてファミリーね。だけど、まあそこでだけじゃなくてね、これからフィリピン系の YouTuber さん皆さんと、隔たりなくね、皆さんと、それから視聴者の皆さんも取り込んで、みんなで、フィリピンを今年は盛り上げていけたらいいなっていうのが僕のウィッシュですね、願いですね。なんで、ピースです、ピース。これからは。ね。うん、もうみんなでピースなれるように、今年、まあ、コロナ続いたとしても、もうコロナを忘れられるような動画を作っていければなって思うんで、皆さんも、コメントなり、ライブ参加なり、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。マリアンタカ、ハッピーライフの
タカです。ありがとうございます。今日の誕生日どんなクエムチ。誕生日は誕生日は嬉しくないのあのどんどん年取っていく、どんどん老老になっていっちゃうから誕生日は嬉しくない。だけどみんながお祝いしてくれたことはすごい嬉しい、感謝してる。うん、で、あの強盗さん、Go to フィリピンチャンネルさん来た時はどんな勉強してた？いや、やっぱり来たじゃん、みんなで騙したなってねえ、みんなで騙したなって。ドッキリだからね。なんだよって感じだよね。でしょ。だから半分は来るのかなって思ってました。半分は大丈夫かなって思ってました。だってそれは いかが分かってればそれはサプライズじゃなかったよ。いやでも半分失敗だよ、マリちゃん。ケーキ2つじゃ足りないって言った時も半分だって。もし私が食べたいんだったらどうするんでしょう。ダメって言うよ。だってどんどんバブになっちゃうからフレッシュぐらい食べたいんだからね。はいね、はい。まあでも誕生日ね、皆さん祝っていただいてありがとうございます。視聴者の皆さんも、祝っていただいてありがとうございます。コメント嬉しいです、ありがたいです。これからも何でも答えるんで、正直に何でも答えるんで、視聴者の皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思います。以上です。酔っ払った？全然酔っ払ってないよ。だってサンミゲルライト1本だけだから。うん、でもちょっと酔っ払ったでしょ。全然大丈夫だよ。本当だよ。本当だよ。じゃあ以上です。はい、以上です。ありがとう、たけちゃんです。ちゃん、お誕生日おめでとう。朝おこ、何っていうかわからないんで、はい、あの今日は誕生日だけど仕事なんで疲れてましたね。お疲れ様でした。年の時どう？いや、でも頑張ってるね。ありがとうございます。いろいろ、あと私のこととか子供のこととか仲良くしてすごく嬉しい。ありがとうね。ずっとずっとよろしくお願いします。あの体に気をつけて、仕事も気をつけて、うつ病ならないのに私のこと、うん、まあ、いろいろせっかくあの悪い私のあこの悪い性格見たけど我慢してて、まあ、たまに短気、まあ二人は短気だけどね。でも喧嘩あるけど仲良くしてる、すぐにね。ありがとうね、いろいろ負けた